18日、熱田区の大宝小学校で回転寿司チェーンのくら寿司が5年生の児童およそ50人に出前授業を行いました。これは身近なお寿司を題材にフードロスの問題などについて知ってもらおうと開いたもので、県内では初めての試みです。児童たちは漁で取った魚の多くが廃棄されている現状や、日本ではあまり食べられていない魚も工夫すれば美味しく食べられることを、本物そっくりな魚の模型を使って楽しく学んでいました。そして客と店員に分かれ、お寿司屋さんを体験するゲームに挑戦。せっかく作っても客の食べる量や好みによって想像以上に廃棄されてしまうことを実感し、フードロスの理解を深めていました。でもすごい SDGs のこととか漁師さんのことについて知れたし、ゲームとかもすごい楽しかったので良かったです。身近にある回転寿司を通して作る責任、使う責任などの SDGs の目標を学習し、さまざまな課題やその解決方法の考え方を学ぶ良い機会となっていました。